日本の寺院の地図記号寺院は、仏像が祀られ、仏教の出家者が寄居し、修行を行う施設である。寺、仏閣とも言う。本来は、仏教用語であるが、キリスト教や神道などを除く、諸宗教の教会、神殿を指す語としても広く用いられている。寺という漢字は、本来、中国間大においては、外国の施設を接待するための役所であったが、 五冠の名帝の時に、インドから訪れた二人の僧侶を、コオロジという役所に泊まらせ、その後、この僧侶たちのために白馬寺を建てさせ、住まわせたことが、中国仏教寺院の始まりである。寺院の建造物は、礼拝の大象を祀る、道東と、僧州が居住する、僧坊とに区分される。道東は、釈迦もしくは仏陀の墓を指すものであって、曽形は、 土万獣型であったが、暑さを避けるために傘を差し掛けたものが定着して、中国などで同等となった。日本にも中国様式が入ってきて、三重塔、五重塔、七重塔などが建てられ、土万獣の痕跡を残した多宝塔などが出現する。日本庭園に十一重や十三重の石塔などの多層塔を建てているが、これも同意のものである。総合は、インドでは、 ビハーラと名付けられて、僧侶が宿泊する場所であり、祇園少女のように、釈迦在世の時代から寄進された土地を指したが、次第に僧帽が建設されたり、石窟に住んだりした。中国に入ると僧帽が建設されることが多くなり、道東が併設されたので、寺院というと、道東と僧帽が、同所にあることが普通となる。最初期の出家者の一時的定住地はアバッサ、または、 アーラーマと呼ばれた。都市郊外の土地が、僧ガに寄進されたものを僧佳蘭間、僧ア愛、略して、ガランと言われた。出家者の定住化に伴って僧院が形成された。少者、平大屋、殿老、老房、岩屋院の五種がある。少者や岩屋院では、広間と防室を中心として、諸施設が整備された。信仰の対象としての仏塔は、 はじめ在家信者によって誤持されたが、祈祷供養の流行に伴って、僧院中に建設され、党礼拝の対象とするしひさげ堂としひさげ靴が作られた。やがて党の崇拝は、仏像の崇拝に変わり、中国、日本の近道の原型となった。寺は、役所、感謝の意。再起像が中国に仏教を伝えたとき、 はじめ、航路寺に滞在し、後に白馬寺を建てて住まわせた。以後、宿泊所にちなんで、僧の住処を、寺と呼ぶようになった。院は、寺中の別社を指している。日本語の、寺の訓読みである、寺というのは、パーリ語のセラの御社であるとも言われるが明らかではない。中国や日本の寺院では、寺院の名称に三号を加えることがある。詳しくは、記事。 三号を参照のこと。各地にひっそりと佇む神は、寺院近在を中心とした段下と呼ばれる信者を抱え、墓地を保有、管理しているものが多い。これら小規模な神は、神社と異なり段階以外には門を閉ざしている場合が一般的である。これは他国には見られない、日本独特の形態であり、神道が、 死を意味という観念の違いから一種の住み分けが進んだ結果である。葬式仏教、日本の仏教も参照。一方、近畿地方の大阪府や奈良県、京都府などにある著名な寺院は、信仰や観光の対象として、広範囲に参拝客を集める。長い神仏集合の影響により、神宮寺や仏教の仏も祀るとされる権限の存在もあって、 祈願対象としての社寺の境は極めて曖昧である。神社仏閣などということもある。寺院も神社建築と同様、その多くは日本古来の木造建築である。しかし現代では建築基準法や消防法の規定上、法定の規模を超える建物は大化建築とすることが義務化されており、昔のように大きな建物を木造とすることができない。そのため、 大規模な寺院建造物には、鉄筋コンクリート造りが増えてきている。また、ビル形式の寺院や、近代的モダン寺院も出現するなど、外観のデザインも多様化しており、一目では、仏教寺院と認識できないものも少なくない。また、寺院の柄の配置や建物の用途、名称は、神社のように統一されておらず、宗派や、各時代によって異なっている。 ガランハイチ A、総門 B、山門 C、回廊 D、仏殿 E、報道 F、全道 G、主郎 H、大栗その他、寺院の規模により痛い、ラオス、カンボジアの寺院については、ワットを参照。ありがとうございます。